今月のフレッシュマンは阿蘇田園空間博物館道の駅阿蘇にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお名前と年齢、そしてお住まいの地域から教えてください。はい、藤田未来です。24歳です。長草に住んでます。藤田さんはお勤めになってもどれぐらいが経つんですか？まだ4ヶ月目になっております。普段はどんなお仕事をされているんですか？レジ業務だったり、ソフトクリームの販売、あとは発注などしております。はい、お仕事をする中で、楽しいこととかやりがいとかどういったところがありますか？お客様にありがとうって言われると、こっちまで気持ちが嬉しくなるし、そのやりがいがありますね。はい、その笑顔でね、きっといつも接客をされているんだと思いますが、ではちょっと個人的なこともお伺いします。24歳ということで、結婚願望とかはあります？あります。何歳ぐらいまでとかは？30までにできればいいかな。どんな人がタイプですか？優しくて面白くて、いっぱい食べる人が好きです。ではそんな人とデートするなら阿蘇市でどこに行きたいですか？阿蘇神社の近くの中町通り の、 いっぱい食べるところがあるから、そこで食べ歩きをしたいです。いいですね。はい、では最後にあちらのカメラに向かってお勤め先の PR をお願いします。はい、道の駅阿蘇では旬の野菜や果物がたくさん置いてあり、阿蘇で作られているのがメインです。ぜひ道の駅阿蘇にお越しの際はご利用ください。そして若い人たちにもたくさん来てほしいです。はい、ありがとうございました。道の駅阿蘇に来るとですね、藤田さんのこのキラキラの笑顔に会うことができますので、皆さんぜひお越しください。今月のフレッシュマンは道の駅阿蘇にお勤めの藤田未来さんをご紹介しました。では最後にいつものポーズいいですか？いきます。せーの、フレッシュマン。